高橋静子君。はい、委員長。はい、高橋静子君、はい、日本共産党の高橋静子です。あさって11日東日本大震災と原発事故から10年になります。死者行方不明者関連死を合わせると2万2000名を超えます。改めて犠牲になられた方々への哀悼の意を表するとともに、被災された皆様へ心からお見舞いを申し上げます。3月6日付の岩手日報には東日本大震災遺族アンケートが掲載され、とりわけ行方不明者の家族について特集していました。消息が知れない家族らを思い感情が込み上げる人 63.9%、 相続などの必要に迫られたり親族に促されたりして死亡届を提出し、葬儀を出したけれども心ならずも死者として扱ったこと、遺骨もなく通常通り弔えずにいることで自分を責め心の傷を抱える人は多いと報じています。行方不明者の家族が一番必要な支援と感じているのは継続的な捜索、38% であって、月命日のたびに捜索を続けているという報道に救われているのだということに改めて思いをしました。両親が行方不明だという岩手県山田町54歳の会社員が、もう10年、まだ10年と思う、まだ見つからない、見つけてあげられないと自問自答する日々、警察の行方不明者捜索の報道を見るたび感謝しているとの声を紹介しています。被災者の心のケアはむしろこれからさらに重要になる課題であるかもしれません。ぜひ大臣にはそうした思いで後の質問に答えていただきたい、このように思います。今日はさまざまな起源問題について具体的に質問をします。東日本大震災で災害救助法の適用があった1都9県では災害援護資金の貸付の対象となり、在特法によって据え置き期間が通常3年のところが6年、償還期間が通常10年のところを13年と特例扱いになっています。また災害援護資金の申請については今年度末までのところを来年度末まで延長する予定であると聞いています。この東日本大震災での災害援護資金の支払い期日が到来した総件数と滞納件数がいくらかお答えください。そのうち視力がないまたはこれに近い状態にあるために支払いの猶予をされている方がいると思いますが、猶予ではなく免除とすべきではないか、この点について伺います。村手大臣官房審議官。お答え申し上げます。東日本大震災にかかる災害援護資金の償還状況につきましては、令和元年9月30日時点で貸付総件数29,662件のうち、支払い期日が到来した件数は24,744件でございます。滞納件数は9,997件でございます。貸付を受けた方が疾病、負傷、その他やむを得ない理由によって、支払い期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、市町村は償還金の支払いを猶予することができることとなっております。一方で、東日本在特法におきましては、償還期間や利率等について、被災者支援の観点からの特例を設けた上で、借受人が無視力またはこれに近い状態にあるため支払いの猶予を受け、最終支払い期日から10年を経過した後においてなお無視力またはこれに近い状態にあり償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合について償還免除の特例が設けられているところでございます。この特例によることなく一律に支払い猶予者をすべて免除することについては、国民にご負担いただいた税等での資金で貸し付けた債権を保全する観点とか、また苦しくても期限通り償還している方々とのバランスですとか、据え置き期間の特例もあり償還を開始してからまだ時期が経っていないという点などを考慮勘案すると適当ではないのではないかと考えてございます。以上でございます、はい、高橋静子君、はい、まず今お答えいただいた償還状況については資料の1枚目つけておりますけれども、右から2番目に貸付総件数29,662件中、
支払い当日期日が到来しているのが 24,744 件、まあ、4割の滞納件数がすでに生じているということだと思います。それでちょっと今の答弁分かりにくかったと思うんですけれども、10年東日本大震災のね被災者に対して特例を設けている、その上で視力がないこれに近い方に対して猶予ができるんだけれども、当時支払い期日が来てから10年経ってからそれを見極めるという話なんですね。つまり償還期間は13年ですので、プラス10年23年間債務を抱えることになるんです。私このことを問題にしています。つまり一律にね免除してしまえっていうことを言ってるんじゃなくて、現実に今視力がない方、状況がこれから改善するとは思えない方、もう決着がついてるんですよね。でその方に対してあと10年待てよと、13年足して23年待てよと、その間ずっと自分は借金を抱えているという気持ちを持ち続けるんです。そのことをどう思うかということを聞いています。これは阪神淡路大震災の被災者が四半世紀経っても毎月毎月1000円でも返し続けている、そのことが本当に、ね、重いになっているということを、ね、こう目の当たりに見て感じていることなんです。復興の基本方針には災害弔慰金、災害援護資金については対象者に対する周知等を適切に行った上、対象者への支援が終了するまで継続するとあります。支払い免除についても積極的に周知対応すべきではないでしょうか。今言ったように23年待たなくても必要であれば免除するということを決める大臣にぜひリーダーシップを発揮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。平沢復興大臣。災害援護資金の償還についてはその猶予とか免除というのが当然できることになっているわけですけれども、これはそれで債権回収するのは市町村がやるわけですけれども、個人によっていろんなばらつきがいろいろありますから、一人一人の皆さん方の状況に応じてきめ細かく市町村は対応しておられることと思います。いずれにしましても被災地の市町村が適切に運用できるよう、そこはしっかり被災地自治体の方のご意見も聞いてみたいと思います。そして適切に個別にしっかり対応していくように、これはしっかりとあれして取り組んでいきたいと思います。高橋千鶴子君。ありがとうございます。本当にねもう年金収入しかないとか、もう資産もないとか、もう明らかに、あと10年待たなくても分かるよっていう方はいらっしゃるわけですよね。自治体はそれ十分分かってるんです。それをずっと債務者のままでいなくたっていいじゃないかということを言っています。ぜひ今個別にねきめ細かくと見ていきたいということをおっしゃってくださいましたので、ぜひねその大臣の気持ちをね自治体とも通わせながら取り計らっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それで資料の丸にはですね、被災者生活再建支援金の支給世帯数と被災3件の申請期限について、これは全部ではなくて申請期限がまだあるところ、今年4月10日以降の自治体のみをピックアップしてうちの事務所でまとめたものであります。でこれ見るとすぐ分かるんですが、福島県はですね基礎支援金の100万円もまだ申請を締め切っていない自治体が多くあります。避難指示があった市町村は来年4月にしていることも分かります。で例えば宮城県で言いますとね、これ右と左見るとまだ加算支援金が払われてないなっていうのがすぐ分かると思うんですが、大体対象として仙台市が約2000世帯、石巻市1370世帯、南三陸町250世帯、その他旧自治体合わせると4000世帯くらいがね加算支援金の受給資格があるんだけど未受給だと聞いています。資格があるけれども土地利用や
避難などのさまざまな事情によって支援金を申請していない方いらっしゃいます。そうした方が支給できるように申請期限の延長が必要と思いますが、政府としての認識を伺います。村手大臣官房審議官。お答え申し上げます。被災者生活再建支援金の支援、申請期限につきましては、できるだけ早期に、被災者の方に生活再建を図っていただく観点から設けられているものでございまして、被災地の状況など、地域のやむを得ない事情により、期限内の申請をすることができないと県が認める場合には、期間延長できるとされてございます。このため、その延長については、今後の地域の実情を踏まえながら、被災者の生活再建が早期に実行されるよう、各県において適切に判断されるべきものと考えております。それぞれの県において、未申請の世帯に対して周知を行うなどの取り組みを進めているとも伺ってございます。内閣府といたしましても、各県において被災者の早期の生活再建を図るため、被災者に対して申請期限についてもしっかりと周知を図り、丁寧に対応していただくことが重要であると考えてございます。高橋静子君。今お答えくださったことをぜひ徹底していただければと思います。やっぱり10年経ったってことでね、そろそろっていうのがどうしても出ちゃうわけですよね。だけども早いに越したことはないんだけれども そうできない事情があるわけですから、その個別な対応をぜひね、自治体が判断できるように促していただければと思います。それから復興の基本方針では、医療介護の減免について非常に回りくどい表現を使っております。地方公共団体において住民税減免などの見直しが行われてきていることや、被災地方公共団体の保険財政の状況等も勘案しながら、被災者間の公平性等の観点から避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ激変緩和措置を講じながら適切な見直しを行う、どんだけ回りくどいのかと思うわけですが、これ結局ね、福島のことを言ってるわけなんですけれど、結局ね、もう要するにやめたいのかしらというふうなことが伝わってくるんですよね。だけど本当にね、今でさえも帰りたいけれども医療機関が身近にないっておっしゃる方がたくさんいるんですよね。で足がないと、そういう時に医療費までも自己負担が発生してしまえばますます帰れなくなるんですよ。そういうことを考えてもね、これはそうじゃないんだと、続けていくんだとお答えいただきたいんですが、いかがでしょうか。枝本大臣官房審議官。お答え申し上げます。今委員ご指摘のとおり、今回この震災に対応しまして、医療介護の減免ということで、東京電力福島の原子力発電所事故に伴います帰還困難の区域の被災者の方、それから上越所得層を除いた旧避難指示区域などの被災者の方々につきましては、被災地の状況や国による避難指示などが引き続き行われているということを踏まえまして、医療保険の窓口負担などの免除を行った保険者に対して、国が特別の財政支援を行っているところでございます。でこの特別の財政支援につきましては、今、委員からもご紹介ございましたけれども、本日閣議決定されております、第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針におきまして、国による特別な減免措置とした上で、委員ご紹介のとおり、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら適切な見直しを行うというふうにされているところでございます。でこの記述自体は令和元年12月に閣議決定されております基本方針においてすでに記載されたものを踏まえたものでございます。で令和3年度におきましては引き続き同様に財政支援を行うということとしておりますけれども、令和4年度以降の財政支援のあり方については本日閣議決定されましたこの基本方針を踏まえながら、復興庁や被災自治体などと連携しながら引き続き丁寧に議論をして対応を検討していきたいというふうに思っているところでございます。高橋千鶴子君。令和3年度は同様だけれども、それ以降は今言ったように、回りくどい表現で適切に見直しを行うと言ってるわけですよね。でもそれじゃ本当に戻らないよということを言っています。自治体の中でね、要望が一回出てきてるっていうのはね、承知してます。でもそれは自治体の負担もあるからね、それは分かるんです。だけど今本当にね、戻ってもらいたい、戻りたいと思う人がいることを
分かっているなら、これはまだ継続すべきだということで、前向きに検討していただきたいと思います。もう一言お願いできますか。榎本大臣官房審議官。お答え申し上げます。今、委員の方からもいろいろとご意見を頂戴したところでございます。そういったご意見なども踏まえつつ、具体的なこの令和4年度以降の財政支援などにつきましては、復興庁や被災自治体とよく連携しながら、これは丁寧によく私ども議論させていただいて、検討してまいりたいというふうに考えております。はい、高橋千鶴子君。はい、お願いします。次にですね、原発事故の賠償請求の時効期限について、東電は、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えていない。最後のお一人まで賠償を貫徹するべく、消滅時効については柔軟な対応を行わせていただくと発言をされております。資料の3に、2月8日の第53回原子力損害賠償紛争審査会に、これ出された資料なんですけれども、その冒頭にね、東電がこんなことをおっしゃっています。事故発生時に避難等対象区域に居住していた方々約16万5千名のうち、精神的損害のご請求をいただいていない方は昨年12月時点末時点で765名となり、 99.5% の方々にお支払い済みと。これはアンダーライン、私が引いたのではございません。東電がわざわざ引いてね、あと765名ここまで来たぞって言っているのかもしれませんけれども、そもそも最後の一人までの意味は、事故発生時に避難指示等対処区域に居住していた方のみを念頭に置いているんでしょうか。宇佐美代表執行役副社長。それではお答えさせていただきます。今先生がですね、ご指摘いただきましたように、事故の考え方についてはそこに記載の通りでございます。で、当社といたしましては事故発生時にですね、避難指示等対象区域に居住された方のみをですね、念頭に置いているのではなくて、当該区域にかかわらず、当社事故により被害を受けられた方々からご請求をいただいた場合には、丁寧に対応して最後のお一人までですね、賠償を貫徹してまいる所存でございます。以上でございます。高橋千鶴子君。確認をいたしました。残り765名のみではないと、最後のお一人までというのはそこだけではないということを確認をさせていただきました。で、これはですね、東電がそういうふうにお答えしていただいているんですけれども、ただね、時効が成立するかどうかは東電が決めるということに変わりはないわけですよね。なので、やっぱり原発時効特例法を延長すべきだと私は思います。で、資料の4は、文科省が事故後10年が経過したからといって賠償請求ができなくなるとは限りませんとして、請求漏れがないかを呼びかけた広報であります。これ大変わかりやすいと思います。で、もう一つね、この事故特例法のほかに、現場 ADR 事故中断特例法というものがございますが、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆる ADR センターに和解仲介手続きをしている間は事故が中断しているとみなされます。そこで伺いますが、ADR センターが和解を斡旋した後、東電が拒否した案件は何件あるでしょうか。堀内大臣官房審議官。お答えいたします。ADR センターは原子力事故により被害を受けた方の原子力事業者に対する損害賠償請求について、円滑迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争機関であります。具体的には、中立かつ公正な立場の仲介委員が当事者双方の意見を丁寧に伺い、和解案を提示するなどして当事者の合意による紛争解決を図っております。ADR センターが和解の仲介をし、東京電力が和解案の受託を拒否したために、打ち切りとなったものは、令和元年12月末までの累計で、東京電力の社員またはその家族からの申し立てについて85件、それ以外のものが53件、合計138件になっております。高橋千鶴子君。中立公正な立場の委員が、双方の意見を聞きながら和解案を出しているのに、
138件もの拒否した案件が出ているということ、3つの誓いはね、と和解案に尊重するということも入っていたと思いますが、非常に残念な実態であると、このように思います。原子力損害賠償指針の第4次追放には、本審査会の指針において示されなかったものが、直ちに賠償の対象にならないというものではなくて、個別具体的な事情に応じて、相当因果関係のある損害と認められるものは、指針で示されていないものも対象となると書かれています。で、この部分がある意味、賠償請求をする側にとっては、指針では不十分であるとして、訴える根拠でもあり、逆に東電の側にとっては、相当程度因果関係がないとして、賠償を拒否する口実にされてきました。しかし、その間を埋めるものとして、ADR センターの役割があると私は思っています。活動報告書には、ADR センターの活動報告書には、中立的な立場にある仲介委員が提出された主張及び証拠を法的に検討した結果を踏まえて、適正妥当と考える和解案を提示し、これを受諾するよう当事者に対して説得を行い、紛争の迅速かつ適正な解決を図ることをその目的とする組織である。したがって、パネルが和解案を提示したにもかかわらず、東京電力が和解案の受諾を拒否したとしても、まずは和解による紛争の解決を目指すべきことは当然であると述べております。この立場に立って東電にもう一言伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。福田民代表執行役副所長。それではお答えさせていただきます。先生、今ご指摘のとおりですね、ADR につきましては、和解仲介案の尊重ということで、最大限尊重してまいるという所存でございます。ただ他方でですね、一部の案件につきましては、申し立て人全員に中間指針とは異なる内容で、一律に追加での賠償を求めているということなどがございまして、和解案に基づく賠償を行うことは難しいという場合もございます。一方で、ADR でですね、打ち切りになったものに関しましても、申し立て人より個別のご請求がある場合には、個別のご事情を丁寧にお伺いしながら、引き続き手続きを進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。高橋静子君。もう一度文科省に伺います。時間の節約で資料を私出しておりますが、最後のページに ADR センターの活動報告書の中で、初回申し立て の推移というので、令和元年は438件、36.2% で、若干減ってはいるんですが、これだけの数、10年経ってもね、初回申し立てがこれだけあると、その理由をね、どのように見ていらっしゃるのか伺います。堀内大臣官房審議官。お答えいたします。今ですね、委員からもですね、お話がありましたとおり、平成26年のですね、約3800件をピークにですね、年々減少の傾向になっております。パーセンテージにつきましても、初回申し立ての件数の割合は 36.2% と、26年度のですね、 73% に比較してですね、低くなってございます。これについてはですね、私どもの方、現在初回申し立てが行われている理由としては、これまでですね、東京電力に直接請求等を行ったものの、賠償金額等に納得がいかず申し立てを行ったものや、関係機関によるですね、広報や、相談活動等を通じて、この ADR センターに関する理解が進み、初回申し立てにつながったものなどがあると考えております。今後ともですね、被災者の方々に対して適切な賠償が行われるよう、和解仲介を適切に実施するとともに、こういった広報活動やきめ細かな相談活動にですね、注力していきたいと考えております。高橋静子君。ちょっと今の残念な答弁でしたよね。第50回の損害賠償紛争審査会で佐々木室長が答えた、その一番目はね、直接請求が一段落してということだったので、その後にね、ようやく自分の心の中で生活再建とか事業再建にめどがついたと、賠償のことをやっと考えられるようになった、それでもう時間が経過してるけれど、申し込んだ方がいるんだと、それがやっぱりね、初回申し立てが減ってはいるとはいえ、あり続けることの意味だっていうふうにおっしゃってるのは、とっても大事なことだと思うんですよね。で、この会の中で、
やっぱり審査委員の皆さんが被災地を視察をしてですね、富岡町や双葉町や浪江町の声を聞きながら、東電が和解案を拒否すると本当にしっかりとした指導をしてほしいとか、せっかく積み上げたADR センターの結果を中間指針に反映してほしいという声を出していると、これはきちんとね、せっかく聞いてきたんだから尊重すべきだと思っているんです。時間がね、10年で区切りをつけない、一律に終わらせないと東電もおっしゃってくださいました。だとすれば本当にね、今やっと踏ん切りついたという人たちが改めて賠償を求めたい、その声にちゃんと応えられるように機能を果たしていただきたい、このことを求めて時間が来ましたので終わりたいと思います。ありがとうございました。次に青山